こんにこー、皆様こんばんは、黒い猫でーす。夜もなんかやります。なんかやるんですけどね、ルキリンが裏でアトラクションやってて、ちょうど終わりたそうだったのでとりあえずこちらは急遽開始しました。はい、どうしようかな。おっと、ルキリン来た。本当に終わりたかったです。いらっしゃい。来ていただいてありがとうぷー。ヒロさん、こんばんは。いらっしゃい。アイコミさん、ヤッピー。来ていただいてありがとうぷー。さあ、釣り包丁終わりにしよう。どうしようかな。久しぶりに廃場行きましょうかね。廃場。どうしよう。ちょっと最近廃場行ってなかったので、今日は深いの厚めに廃場跡行きたいと思います。戦闘装備で、MP ポッドと、 B はいらないか。 MP もっとか。よし、これで大丈夫だと。クダプ。ちかさん、こんにこいらっしゃい。来ていただいてありがとうぷー。ちょっとこれから、なんだっけ、大丈夫後でも行こうかなと思います。ルキリン、ちょうどバー死が終わったんだぷ。バーと死がと両方やったの。さすがだぷ。ジャルトリューズさん、こんにこいらっしゃい。ヒロさん、固まってる？私の画面は固まってない。ルキリン、動いてるだぷ。こっちは動いてるっぽいです。大丈夫かな？さっき釣り放置してたから、お魚売っちゃいましょうね。エルビアなので、一旦ここで貿易をする。で、無理して、ちょいとチャンネルを変えるだぶ。ルキリン、動いてるだぷー。ヒロさん、あ、動き出した。はい、よかったです。これで、ちゃんとしたところに入れるはずだぷー。大丈夫かな。戦闘装備になって、フロンテーションが出るでしょ。で、分段階にするでしょ。会場もまだ足りてないのかぷー。そうなんだぷー。会場は50個必要なんだけど、あ、違う、50個だ。まだ21個しかないだぷー。多くでもいいんだけどね。あれ？違う。エルビアの領域に入る。会場もしご一緒したい方いらっしゃいましたら、いませんか？ 3 人パーティーなので、3名様、ん？あ、2名様まで。いけます。よいしょ。ワンプラスでしょ。で、テントバフ、アイテム、あれ、ドロップアップだけ入れとくか。
20メガの安いやつ。で、入れるとか。あれ？入り口どこだっけ？よし、行くぜ。激怒するなんとか狙いでございます。激怒するなんとか20個ぐらい、あと20何個か必要。まおちゃおさん、こんねこいらっしゃい、来ていただいてありがとうぶー。今日は廃城跡で激怒するなんとかを狙ってます。ここは3人パーティーの狩り場なので、もしご一緒したい方いたらぜひご一緒しましょう。2名様一緒にやれます。1時間ほどやろうかなと思ってますので、もしよろしければ合流お待ちしております。ペットが遅いだぶー。よいしょ。こんなもんか。今日人がいるかなと思ったけど、いなくてよかった。ヒロさん、今日ギルイベが22時からあるから行けないだぷ。あ、それは残念だぷ。ギルドイベント優先ですね。またの機会に。土曜日か。土曜の夜だから。多分ね、ギルドでなんかしましょうっていうのも、集まりやすいでしょうしね。あー、出せ出せ。赤いやつ。赤いやつ。えい。出ない。赤出ない。赤いやつ。そうそう、今日昼間、夕方ぐらいかな。一人でこっそり、タウニールでね、ちょっと残滓を一つでも二つでも集められたらいいなぁと思ってこっそり行ったんですけど、なんか、ドロップアップ来てるせいかわかんないけど、1時間ぐらいやって、男子が4つと、あと黄色いやつが5つ出たよ。すごかった。ああ、配信でやらないと出るんだって思っちゃった。なんか配信でやると出ないんだよな。なんでかな。不思議。会場、どなたか来ませんかね。もう、アクセの開業は、もうみんな終わっちゃってる感じ。ヒロさん、息子が、後ろで息子が VC しながらゲームしてるんだけど、おう、うほうほ言ってる。ゴリラかな。何やってんだろう。何のゲームやってんだろうね。息子さんがウホウホ言ってる。かわいいね。ゆきりん、うまうまだぷ。うん、そうだね。黄色いやつ、5つも出たからちょっとびっくりしちゃった。ヒロさん、OW2。何ですか、それ。私、それは知らないな。なんだろう。なんか、シューティング系のやつかな。
OW2 オーバーウィッチ2。おお、どんなゲーム？ちょっとそのタイトルは知らないかも。最近のゲームかしら。 VC しながらってことはパソコンよね。違うのかな。今時の若い人がやってるゲームはよくわからないだぷ。 FPS、 あーやっぱりそうか、 FPS か、私の苦手ジャンルだわ。ES は難しいだぷね。結構あれ視点がさ、自分視点だったりするから結構あれ 3D 酔いしやすいっすよね。 APEX とかやってる人の配信見て、あ、これはちょっと無理かもって思ってしまいました。 FPC です。うんうん、ウキリン配信見てるだけでも無理。そうそう、結構あのFPS 系はちょっと酔っちゃう。ヒロさん、そうそう、僕も配信でも酔っちゃうね。あれちょっと苦手な人は辛いわよね。好きな人はすごい好きみたいですけど、ああいうシューティング系があんまり得意じゃない上に、あの画面がちょっと無理だわ。慣れとかもあるんでしょうけどね。なかなか別ゲーやるにしてもちょっと FPS 系はダメですわと私は辛いかも。やるとしたら、もっとこう、まったり遊べるやつがいいな。あ、マインクラフトとかはちょっと興味があるんですけどね。今はちょっと砂漠が忙しいから、当分やるつもりはないですけど、もし気が向いたらやってみたいなと思っているゲームの一つです。かくりさんいらっしゃい。なんだって ?FB。FB のたかこだ。FB ってなんだ ?FB? 鉛筆の濃さかな。なんだろう ?FB って。フィールドボス。なんだって?たかこはフィールドボスじゃないぞ。何を言っているのかな?それ HB。 あ、そうそう HB。 あれ F とかもなかったっけ。 H と B となんか F ってなかったっけ。鉛筆の濃さであったような気がしたけど忘れちゃった。最近の小学生はさ HB とかも使わないみたいで、 2B とか 3B とか割と柔らかめの芯が好まれてるらしいですよ。私割と HK の硬いやつが好きでしたけどね。あんまり B は合わなかったな。でも今時の子は柔らかい芯のがよく使われてるらしいです。なんか握力が腹圧、あ、1個出た、握力があんまり強くないのと腹圧もそんなに強くない子が多いらしいです。 2B とか 3B なんてね、お絵かきの美術の時間の
なんか下書きの時ぐらいしか使わなかった気がするけど。あ、ヤマキーさん、こんばんは。今日はカリなんですね。はい、今日はカリでーす。だっけ、アクセの改良素材、集めに来ました。ヒロさん、やっぱ今、息子に聞いたら B だって。あ、やっぱりそうなんだ。そう、B 系らしいですよ、今時の子は。あんまり H とか使わないんだって。ルキリン、そういやタイトルしがらきやの、あ、ほんとだ。タイトル、修正、ほんとだ。排除跡。排除跡。よし、修正。今日も狩りです。各流さん。そうそう。今日もか。ヤマキーさん、狩り、手伝った方がいい？来る？ここは三人パーティーだから、もし来たい方いたら、あと2名様来れますせ。ひらがなの黒い猫まで密談くださったら、チャンネルをお知らせします。今多分、ここは人がいないので。ヤマキーさん、行きたい。自分も足りてない。あ、じゃあ一緒にやりましょうよ。黒い猫、ひらがなで、黒い猫。まで、密談くださったら、チャンネルをお知らせします。お、出た。激怒出たよ、2個目。いいね、いいね。20個ぐらいいるんだよな、私。パクリュウさん、だが断る。うん、パクリュウさんもうアクセの改良全部終わってるからね。ある社一択違いますよ。ちょっと待ってね、今魚売りに行ってるから、はーい。準備ができたらぜひ。軽く1時間ぐらいやると思ってるの。もしよろしければ。あ、また出た。3つ目だ。今日よく出るな。なんか、ドロップアップが来てるからかな。なんかいい感じだぞ。いい感じでございます。いいね、いいね。ヒロさん、うそん、翡翠1時間、火種2個だったよ。翡翠で火種1時間で2個出れば、まあまあ、いい方じゃないですか？ゼロとか普通にありますからね。私ちょっと翡翠だとだいぶ、やはり遅いので、やってるモブの数が全然違うんでしょうけど。今日は、割と調子いいな。これアルルンディのお手紙もドロップしちゃおうかな。もしかして。僕の方が A 低いからそれはないと思う。そうかな。キス1時間やって火種ゼロみたいな。すやで。ちかさん、たかこちゃんの方が、私より A 高いんだけどな。中の人のヒルが低いから。ステータスが高くても活かせないだぷ。どうしたらみんなみたいに早く枯れるようになるのか。絡んだプー。なんでチカさんとかそんな強いの？
ちょくちょくジャンプしてるのが気になる。ああ、踏みつけの失敗ですね。踏みつけをしようとして失敗してます。ちょく。えい。あ、また出た。今日すごい出るぞ。え、なに？フィーバータイム？ここから踏みつけ、攻撃からの踏みつけ、これ失敗するとただのジャンプになります。母さん、今日やっと A286 乗ったのよ。おお、おめでとうございます。286乗ったってことはなんかボーナスがつく、切りのいい数字になったってことかな。なんかそのボーナスの仕組みがいまいちよくわかってなくてね。ええ、そういえばあのなんだっけ、日誌のさ、ボス防具の2と、あとボス武器の2を、どこだっけ、どっかに、誰かに渡すと、A と、D がそれぞれ上がるっていうやつ。実はあれまだやってなかったことに気がつきまして。とりあえず予約は入れてるんですけど、なかなか買えないだぷ。ちかさん285でボーナスなのに。おお、なるほどなるほど。それはおめでとうございます。ルキリン、ドーリン、モルグリムだね。あ、そんなようなやつ。ヒロさん、クザカ5段もやった？え、クザカ5段って何？クザカ5段？ああ、クザカの5段階のウィークリーのやつ。うん、あれはやった。やりました、やりました。頑張ったタプ。カブト族の最下層にいる人。そう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 。カブトのところにいる人。そこに持ってくと、A と D が1ずつ上がるってやつ。でね、やってなかったんですけど、渡すものが買えないタプ。とりあえず予約は入れているのだが、ヤマキーさん、 D は足りてるから早く A を上げてエルビア編成行きたい。おお、あんな怖いところに。ヒロさん、 A と A1 と D1 上がるやつ。そうそうそう、クザカの5段はやったやった、やりましたよ。結構頑張った。あれ、時間制限あるからさ、結構頑張んないといけないやつよね。ルキリン、あとエバーガットだね、冒険にし。そうなのよ。エバーガットが倒せないのよ。どうしたら倒せるようなのかしら。結構頑張ったんだけど、どうしても倒せなくて諦めて帰ってきました。あれ、いつだろう。あれからでもだいぶ強くなったから、また行ってみようかな。エバーガット。なんかやり方があるって聞いたけど。やり方なんて知らないだぷ。激怒。あ、また出た。予想でもするか。
21時半だから22時まで。予想。22時までに高い、激怒いくつ出る？ 1 個、2個、3個以上。こんな感じでいこうかな。1個、2個、3個以上でいきましょう。で、今持ってるやつは一旦しまおう。すごいね、今日結構出てるよ。もう5個も出てる。すごいね。これで打ち止めだったりして。そう出ないことを祈りたい。今度エバーガット討伐講座配信するプ。マジで？ルキリンやってくれんの？じゃあ勉強させていただきます。さすがルキセ先生。ぜひともよろしくお願いします。私、伝承リト様なので、よろしくお願いします。皆さん、カラスのやつか。そう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 。はい、コミさん、それ何？え、それ？それとは、伝承リト様作れとおっしゃるのですね。わかりました。はい、お願いします。あ、ヤマキーさんから3つ弾来てる。お待ちください。お待ちしております。チャンネル変更したら、またご連絡くださいませ。うわ、はあ、はあ、足上げはあ、はあ、ちょっと待ってね。この塊をやったら行きます。アイコミさん、エヴァ。次に61ダルメシアン、はあ。え、カクユさん、待たぬ。待てい。じゃあ行きまーす。足上げ10回。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9だにゃ。10だにゃ。はい、ありがとうにゃー。はい、じゃあ続き頑張りましょう。あと予想はどうなった？予想は、あれ？2個1名しかないので、一旦、削除します。はい、削除してポイントを開始します。もう一回予想のやり直しだにゃ。22時。までに激怒いくつ出る？ 1 個、2個、3個以上。予想の時間2分間です。はい、予想やり直しです。ヒロさん、ひどいだにゃ。2個にかけたのに、そう、2個にかけた人が1人しかいなかったので、そして1と3が0だったので、ヒロさんしか投票した人がいなかったぷー。なのでもう一度投票やり直しです。これじゃあヒロさん勝ってもポイント増えないし、負けたらただ損するだけになってしまうので、もう一回やり直しでーす。皆様かけてくださいませ。予想ダブル。さあ、現在予想タイムです。黒猫ポイントじゃんじゃんかけてください。残り1分ぐらいです。まだ投票されてない方、ぜひぜひぜひ。あ
あと1分切ってます。あ、今1個2個3個それぞれ票が入ったので賭け成立です。よかったです、ありがとうございます。10時までにいっぱい出すアップ。ヒロさんわらわら、今度はちゃんと賭けになってますのでね、このまま行きたいと思います。ありがとうございます。さあ、10時までどうなることやら楽しみましょう。あ、ヤマキーさんがチャンネル移動した。はい、パーティー招待、現地でお待ちしております。結構今日出てるよ。マキさんがパーティー入りましたね。いらっしゃい。現地でお待ちしております。激怒がいくつ出るかしら。なんか今日、アルルンディの手紙も出そうな予感がする。いい感じで出てますからね。教えててくれると、出るな出るなひどいなひどいだぷー。残り30分ぐらいですね。なのでちょうど賭けをやって、あとちょっとで2時間。前半5個出てますからね。ゼロってことはないと思いますけど。ゼロだったらどうしよう。ヤマキーさん、昨日知恵の、古書で、知恵の、古着で採取してたから少し待って。はーい。あ、グラナの方にいるんだ。了解。ゆっくりで大丈夫ですよ。ヒロさん、昨日ツンクタで右肺出たダプ。お、すごい。なかなか出ないやつ。今日ね、朝、午前中、アフさんと一緒にツンクタ1時間ぐらいやってきたんですけど、出なかったプー。あれって、なんかの、何の材料なんです？なんか黒いのと赤いのがありますよね。え、何ができるの？集めたら。え、なかなか落ちないから、結構大変そうだけど。100個集めてなんか、あ、アバターだぷ。そうなんだ、アバターなんだ。なかなか大変。衣装の材料らしいけどよくわかってないだぷ。なるほど。オルゼカ衣装だそうです。アバター作るやつだそうです。アバターか。なんか、どんなアバターだろうね。かっこいいのかな。効果が、なんかの効果がついてるとか、そういう感じ？でも結構大変よね。あの赤いのと黒いの。ツンクタ、ツンクタ行っても、落ちないもんね。結構私頑張ってツンクタで左に100個集めたけど、あの赤いのと黒いのは全然集まってない。左よりも落ちにくい。なかなかあれ集めようとするのは、お、新規フォロワーさん来ていただきました。ありがとうございます。漢字が難しい。アレンさんでいいかな？アレンさん。いらっしゃいませ。黒い猫と言います。よろしくお願いします。普段は貿易ばっかりやってる貿易商人です。今日は、アクセの大量素材を集めに、廃場跡に来ております。
よろしくお願いします。ゆきりん、私もツンクタのは持ってない。あれ、なかなかね、なかなかです。え、ルキリンも持ってないな。ルキリン結構ツンクタ行ってたと思ったけど、相当行ってるよね、ルキリン。ヒロさん、直泥した後火種100個集めた。すげえ。直泥もしたのに持っている100個。すごいね。つまり2個作ったってこと？お、合流したね。いらっしゃい。ちゃっちゃと、サクサクやっていきましょう。なかなか、なかなかあれですわ。右肺と左肺で違うの？よくわからんだと。お手紙出さないかな、こいつら。うんうん、左は茨？あ、え、ドロップする場所が違うんだ。お、新規フォロワーさん来ていただきました。てとかちゃん、いらっしゃいませ。来ていただいてありがとうございます。嬉しいでーす。普段は貿易ばかりやっている貿易商人でございます。黒い猫と言います。よろしくお願いします。今日は、アクセの改良素材集めに来ました。ちかさん、いたたたた、バナナが痛いタプー。あ、出た。1個出ました。ふぅ、よし。とりあえず1個目、ゲット。さあ、ここからですよ。ここからです。とりあえず、ゼロではなかった。よかった。フーゴダプー。はーい。頑張るダプー。よくわからないダプー。ね、うん、よくわかんないけど、なんか、詰めなきゃいけないような気になってるプー。頑張るだプー。うん、ツンクタのあのなんか赤いのと黒いのはよくわからないだプー。でも集めるのは大変そうっていうのはなんとなくわかる。カクリュウさん、嘘は良くないよ。狩りばかりしてる人が貿易商とか言っても説得力ないよ。うん、だって貿易商人だもん。配信では狩りが多いですね。確かに。普段は貿易ばっかりやっております。ピンクの馬車で、この世界を行ったり来たり、常に移動して歩いております。だって貿易配信さ、なんか、見た目が地味なんだもん。まあ、まったり貿易おしゃべり配信だけどね。なんか、ゲーム配信というより雑談配信みたいになっちゃうからね、貿易だと。それも、それはそれでいいんですけどね。なんか、元気な時は狩りをしています。今日はちょっと狩りはうーんっていう時が割とあるので、そういう時は貿易配信。まあ、いろいろやってます。貿易はいいぞー。両手手放しでも配信ができる。ルキリン、砂漠は話すことないから雑談配信。そんなことないだぷ。そんなことないだぷ。話すことはたくさんあるだぷ。アルルンディがお手紙を出してくれないだぷ。
えい。実はお手紙出てたとかないよね。結構ね、狩りが終わってから倉庫前で、あ、お手紙出てたっていうケースが意外とあるでございますよ。時々バッグをチェックしましょう。アルルンディが出てくれると激怒はかなりの確率で出してくださる。あ、ダンチズマさん、こんばんは。いらっしゃい。来ていただいてありがとうぷー。今日はアクセの素材集めで廃城跡に来ております。激怒する夜のかけら。で、ヤマキーさんが今日は一緒です。残りでも、あと20分ぐらいかな。20何分かやります。それでもよろしければ、あと1名合流できます。で、かっけーは今予想してるんですが、1個、2個、3個、1個、2個、3個以上で予想していただいておりまして、今のところ1個です。このままいけば1番さんの勝ち。山木さん、廃城に拠点投資してるなら外で買った方がいいよ。あ、そうなの？廃城拠点投資してたかな？どうだっけ？あ、してた気がする。労働者も派遣してたかも。大体でもここぐるぐる回るコースが多いですね。え、外でもアルルンディのお手紙って出ます？どうなんだろう。外ではやったことないかもな。大体いつも中をぐるぐるコースですね、私は。マスキーさんが動かなくなった。外だと拠点メリットがつく。へえ。拠点メリットって何？ドロップ率が上がるとかそういうやつ？外と中で違うんだ。それは知らんかっただぷ。左上にあるよ。左上？左上？点メリット。あ、出た。2個目が出ました。トゥッフー！あと残り10分ですね。残り10分で3個目が出るか、このまま2個で終わるか。今の時点で1番さん残念でした。今日すごいな、いっぱい出てる。なかなかいいですな。今ドロップアップ来てるからですかね。割といい感じで出てます。よき。手紙出てないよね。実は出てました。はい。
バルルンディに1回ぐらい会いたいよな。外で買ったらもっとで。そうなんだ。外行きますじゃあ。外行ってみる？外行ってみますか。外の借り方わかんないけど、まあ適当にやります。ヤマキーさんについていくよ。ついてきて、はーい。いっぱい、すげえいっぱい集まってくんな。人いるね。人いるっぽいよ。大丈夫？いるっぽかったけど、中に戻ります。はい、人がいたのでね、中戻りましょう。えい、今度外でやってみようかな。そっか、外でやるっていうあれもあるのか。赤の一つ覚えみたいにずっと中でしかやってなかった。あと1個出るかな。なんかヤマキーさんから古文が出てきてるけど、これなに？ヤマキーさん食なに？なんか親衛隊みたいの出てきてるけど、ノバ？何？でもなんか見た目男性キャラっぽいけど、あ、お手紙出た。お手紙出たよ。格闘家やん。学生格闘家。へえ、すごいな、みんな。なんでわかんの？見ただけで。お手紙、やります。お手紙、あれ？どこ行った？あれ、さっきお手紙出てたよね。あれ、どこ行った？お手紙、あった。お手紙。
おっさん出るのは覚醒格闘家だから。おお、それでわかるんだ。エリート。さんが出る。あ、激怒3つ目出た。3つ目出ました。ということで、予想確定します。3個以上。ということで、3番さんおめでとうございます。7170ポイント。2名様で山分けでございます。おめでとう。私あっち行くね。えい。私上やっちゃいまーす。えい。死ね死ねエリート。やったかな。はい、いすぎてやったのかどうかがよくわからん。でも多分やった。いい子。覚醒格闘家おっさんが出るのか、ちょっと楽しいね。快諾した。エリート。上は終わり。あとは。あれ？もう出てる？とか。よし、アルルンディ出たぞ。アルルンディ、アルルンディ、アルルンディ。よし、激怒出た。4つ目ですね。あ、予想は終わりましたけど、バフがあと10分ぐらい残ってますので、エイリーも片付けてしまいましょう。重たい。ざます。お、何が重たい。これか。
弁護士のちゃん。とりあえずあれですね、アルルンディに会えたので今日はもう要は満足じゃ。要は満足じゃ。年のある様、うん、そうそうそう、アルルンディのラブレターもらったからね。大体アルルンディが出ると高い確率で激怒はクレーム。ゆきりアルフォンソルンディ、そうそう、そいつ本当にアルルンディなのかな。なんかさ、なんだっけ、あのマグヌスのクエストに出てきたけど名前が誰だってなって、アルルンディのことかなってなってたんだよね。謎のアルフォンソルンディ、謎です。一体誰なんでしょうか。メインクエもちゃんと読んでないからいまいちストーリー理解してないのよな。ちゃんとあの砂漠のメインクエしっかり読んで理解できる、できてる人ほんと尊敬するわ。なんか最初のうちはさ、ちゃんとなんか真面目に読んで理解しようと思って始めるんだけど、大体途中で嫌になっちゃうよな。なんか飽きちゃうんだよな、あのストーリー。なぜだろう。バルタラもらっちゃうね。このアルルンディのお手紙って外でやってても出ます？出んのかな？なんか外出ない気がするな。どうなんだろう。外でやっててお手紙出てもさ、結局中でやんなきゃいけないから中の人に迷惑かかんない。大丈夫か。あ、出る。へえ、外でもお手紙出るんだ。そうかそうか。光の柱がバーンって立つから、もしかして外は外でアルルンディの出現場所があんのかな。そうなんだね。ちょっとわかんないだぷー。外は外で召喚場所がある。あ、あるんだ。そっか。だったら気兼ねなくできるね。外でお手紙出してもさ、なんか中に入ってこなきゃいけないとかなったら、中でやってる人の迷惑になるかなとか思っちゃってたけど、外は外であるのね。なら安心。今度じゃあ外で狙ってみようかな。そうか。それは知りませんでした。
ウルトゥカと一緒。なるほど。そこの狩場の近くで出るようになってるのね、ちゃんと。なるほど、なるほど。バフがあと6分でも出入りが400分の297とかか、あと100匹ぐらいだから割るか。ブルンディ、アンラン軍の集団を退治する。2000分の1500？ あ、まだ500匹ぐらいあんのか。えい。2人でやってりゃすぐだ。今日はなんかすごいいっぱい激怒が出てびっくりだな。ドロップアップってすごいね。いつもはなんか1時間やってさ、1個出た、2個出たとかそういう感じなのに、今日はすごいいっぱいボロボロ出てます。さすがドロップアップイベント。エルビアってカプラス出ないのよな。ここがな、ここがな。これでカプラスも出てくれたら言うことないんだけどね。カプラスあー出てくれたらいいのにな。チラッチラッ、運営さんチラッ。ランチズマさん、私はなんか泥率低下してますわ。マジで？なんかね、今日すごい欲しいものが思ったより出てます。だね、2時間でゼロ。マジ？それはひどい。私もそういうのは普通にあるけれど、なんか今ドロアップ期間なので比較的出てる気がします。火種はまだやりに行ってないけど、でもなんかさ、キツイとかも混んでない？多分こういう時ってなんか翡翠今日混んでそうだなーと思って行ってないですよね。なのであえてのサウディールとか行ってみたら誰もいなかった。昼間サウディールガラガラでした。今どうだろう。で、午前中、ツンクタ、アフさんと一緒に行って、ツンクタも珍しく誰もいなかったな。まあ、時間が時間でしたからね。で、今日1時間で、ウルトゥカ5回ぐらい出たよ。あれはなかなか、すごかった。
あーって2000分の、1690。あと、300切ったぞ。あ、ワンコが引っ込んだ。出入り終わるまで頑張る。土曜日、今日はあれか、ガーモスか。1時半まで起きてられっかな。1時半まで起きてる自信がないです。みんな起きてんのかな。今日はなんか寝てしまいそうな。あ、激怒出た、やったー。今日は出てるぞ。後半戦も5つぐらい出てますね。いい感じ。母さん寝かせないよ。寝るよ。寝るよ。私は寝かせていただきますよ。するんで。反乱軍突撃兵を退治する。400分の353。これなんだ。ダメです、ダメですって言われた。ダメですって言われても寝るもん、寝るもん。ぷー、睡眠はちゃんと取らないとダメです。寝ないと人は死ぬからね。寝ましょう。眠いときは我慢しないで寝るのです。2800。このあと、あなたの、あなたの罠、お得意様が公式配信するんだから、みんな見守りなさい。あ、シエモンさんやるの、このあと。そうか、シエモンさん公式やるのか。これちょっと、ご挨拶に行かねば。マルさんは、罠かわいっけ。あ、マルちゃんがやんの？私あのトラップはシエモさんのために作っております。でも、最近やめちゃった。最近さ、あれなのよ。ヘッセで食虫植物が全然取れなくてさ、罠屋さん今休業中です。両方ジャイだからね。確かに。もうちのトラップのお得意さんは新右衛門さん。最近ほんとね、食虫植物取りに行っても全然取れないの。
あれなかなかさ、復活するまで時間が遅いのよね、食虫植物。なかなかチャンネル変えながら撮っても復活してないことが多いので、割とどのチャンネルでも点滅してて、あーダメだこりゃって感じになってんだよな。このコーナーで最近はドラップ屋さん休業中です。今夜マルちゃんやんのか、何やんだろうね。え、うちらやったみたいになんかミッションが達成するみたいな、そんなやつ。マルちゃんじゃ今頃めっちゃ緊張してんだろうな。夜泣き、あ、夜泣き屋やってんだ、へえ。そっか。なんかでもルキリン曰く滋賀よりも夜泣き屋の方が簡単って言ってたから、やれんでしょ。私は行ったことないけど、夜泣き屋ってまだソロじゃできないんだよね。一般なら一人捕鯨しててもクリアできる。なるほど。捕鯨。あ、ベイリーが一個は。あと。プラか。あった。こっちは終わったぞ。また山木さんのデイリーだな。山木さんデイリー終わったら教えてください。ルキリン1箇所だけ4人必要だけど、それ以外は理解者2人火力あればいける。おほう。分かってる人が2人いればいけるってことか。地下山終わりました。僕は昨日の夜にやったので大丈夫。あ、了解です。じゃあ終わりましょうかね。いや今日はちょっと、あ、また最後に激怒出た。今日はすごい出る。あ、違う。ん？これ何？セレンディア？ん？ボス討伐？これ何？あ、ギルミか？こっちだ。こっちだブー。じゃあ、報告する場所でお別れのご挨拶して今日は終わろうかな。ついでにやっちゃう。えい。よいしょ。あんこし。よいしょ。はい、では山木さんも一緒にご挨拶しましょう。
ふくるさん、アングリピノ系の配信始まった。なんだってなんだってアマグリさん、あれ誰かやってる、アンコロさん、あ、じゃあこの後アンコロさんのところにレイド飛ばしましょうかね。はい。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。ルキリン、オツなのだよ。ありなのだよ。カクリンさん CM。マジか、エンディングで CM 入るという。あ、チャルトリューズさん、オツネコニャーン、アリネコニャーン。さあ、ランチズマさん、お疲れ様ありがとうございました。今日は土曜日ですけど、ガーモス行く方は、1時半まで頑張って起きて、夜更かししてください。私は、多分寝ます。そして明日は日曜日なんでね、またお昼に何かやりたいと思いますので、もしお時間ご都合合えば、ぜひまた遊びにいらしてください。カクリュウさん、明け、お帰り。チャルトリューズさん、おつねこにゃーん、ありねこにゃーん。ダンジズマさん、お疲れ様、ありがとうございます。マオチャオさん、おつつ、ありりー。チカさん、あなたも行くのです。寝ます。カクリュウさん、アンコロ、アマグリ、ユビピの JJ さん、K さんの配信。みんな一気に始まってんな。モンゴルマンさん、おつねこぷー、ありねこぷー。ということで、じゃあ、この後は、アンコロさんのところにレイドを飛ばします。はい、ということで皆様いってらっしゃいませ。向こうでまた遊びましょう。ヤマキーさん、お疲れ様でした。お手伝いいただいてありがとうございました。ぜひまたよろしくお願いします。それではアンコロさんのところにいってらっしゃい。